はい、皆さんこんにちは、しまうまです。いつもご視聴いただきありがとうございます。いや、なんかエステ久しぶりに高速乗ってるような気がするまあちょっと用事があって今出てきたんですけど、いやいや、いやいいっすね、やっぱりね、ビッグバイクの加速大してしてねえけど今いやいやいや、やっぱりね、まあ小排気量のオフ車はそれはそれで楽しいんですけど、あのやっぱり 1200cc あるビッグバイクはもう楽しいまあこういうね、あのアクセル開けた時のなんだろう、加速感はそう変えがたいものがあるな、やっぱりね。まあこうやってアクセルパーシャルでね、3000円ぐらいで今は5速ですけど、それはもう全然ね、やっぱり違いますよね、安定感がね。いやいや、いいな、やっぱり ZRX。 まあやっぱね、これで、まあ高速道路そんなに好きじゃないですけど、こうやって、ロングツーリングまた行きたいですよね。いやいやいや、本当、まあ今は我慢の時ですけど、早くワクチン打ってね、世の中もそういう風になっていきたいもんですね。乗ってるから乗り慣れてるっていうのもねありますし、どうやったらどう動くっていうのが分かってるっていうのは、やっぱりバイクに乗るのは、でかいっすね。あのカーボン飛ばさないとですね、まあ、比較的あの私走り方がおとなしいので回さないんでね、結構カーボンが溜まっちゃうと思うんですけど、まあ、それぞれね、あのロングツーリング行って高速道路をねずっとこう100キロぐらいでこうずっと走ってるとね、やっぱりその後老け方がねいいですもんね。なんだ、忍者400。ボーッと走ってるとあれですよね、あまりあのボーッとっていうかこう気持ちよくなってこう無心で走ってると降りるとこ通り過ぎちゃったりしていやでもね、本当バイクは楽しいな、どんなバイク乗っても楽しいな。まあそんなことです、はい久しぶりに ZRX1200S で高速道路を走りましたと、はい、いう動画でした。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは。